はいどうもーということで今週も始まりましたバナナ TV のお時間でーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長のノーリーと安田美子です。よろしくお願いします。はい、この番組はバナナ TV で放送されている番組情報やゲストコーナー、今世間を賑わせているホットの話題などなどじゃんじゃんお届けするシャナナ TV 総合案内番組です。ね、来ましたよ、あれが。何あれが。何これこれこれが来ましたよあなたもでしょ、来たでしょ Apple Watch 来たよね、Apple Watch 8。あ、そう、8やね、これね、8、うん、新しいの買っちゃって、はい、私は今回初めて赤にしました、うんうん、僕これ何、スターライトゴールド、なんかちょっと昔で言うシャンパンゴールドみたいなやつ懐かしいな。そうなの、シャンパンゴールドって言いませんでしたっけ。言いましたけど、懐かしいのかな。今も言う、言うんじゃん。あ、そうですか、うん、なんかシャンパンゴールドのちょっと薄めのゴールドね。そうですそうですそうです、綺麗な色ですね、うん、ね、うん、にしました、にしました。もう私は今回ちょっといろいろありました。え、いろいろありましたっけ。いろいろありました。僕なんか発売日初日に注文すんのがうまくいかなくて、ほんで、差し戻しになってもう一回結構遅れて注文し直したんですけど、もっと前から言っていいですか、はい、経緯をね、はい、あの、あれですよ、うん、最初その日にあの発売日、ね、予約日がいつも、うん、多分ね、うん、iPhone と Apple Watch って予約の日が違ったと思うんですよ、うん、はい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 、はい、今までね、うん、でも今回同じ日だったんですよ。で、私は違うと思ってたから、うん、今日 iPhone だけやわ予約と思ってたら、はいはい、Apple Watch も今日やでって副長に言われて、うん、マジかってなって。え、同じ日多くなかったですっけ。いや、ウォッチと違ってたと思う。違いましたっけ、いつも、うん、と思う。それで油断してたんですね、ほんなら。そう、だから、うん、それでウェーってなって、ウェーってなって、でもういろいろ喜んでる方じゃなくて、違う、ウェーじゃなくて、いろいろなんか調べたかったんやけど、うん、もう予約の日って早くから、うん、ある程度の時間からもうサイトが準備中みたいな。あ、そうそうそう、なるなるなる、なるから、それそれそれ見るに見れなくって、うん、なんかもうバタバタバタってして、うんうん、申し込みまでの時間になっちゃったんですよ。あ、うん、で今度ね、私今回は Apple で直接予約しようと思ってたんですよ、うん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 、で9時からやったのに夜の、うん、夜の9時やったんよ、うん、でも待てど暮らしのね、ま、準備中ですのままなんですよ Apple。え、そうなんや、うん、結構遅かった、うん、他のキャリアはちゃんと9時からすぐにゴーってできたんですけど、あ、アップル遅れたんですか。アップル遅れてたんですよ。へえ。で、まあまあそれでもね、うん、なんとか予約しようと思ってダーって全部最後まで入れたんですよ。入れたら、うんうん、またなんかお探しのページが見つかりませんとかっていうのがあって、うん、また1から入れなあかんくてとか。そっか、サイトがパンクしてたんですね。わかんないですけどね。でもそりゃそうですよね、アップのウォッチだけじゃなくって、うん、iPhone と両方 iPhone も同時やから、うんうん、でだからそれでなんかもうそれでバタバタしてて結局予約し終わったのが9時40分かそんぐらいだったんです。あ、結構遅かったんや。9時からスタートで9時40分に予約完了、うん、でその日ね、局長と、うん、あの職場でね、うん、そういう話してたから、うん、申し込みするって言うたはったから、私がね、申し込みできたでっつって、うん、で、できたってメール送ったんです、聞いて、ほんなら、シーンって何も返ってこないんですよ。あら、これ寝てらっしゃるわ、この方ちょうどね、落ちてたんですよね、あの時ね、僕ね、もうね、もうね、おじいちゃんになるとね、そんなドキドキハラハラの時間まで爆睡iPhone ほど競争率高くないんじゃないかなってちょっと高く食ってたんですよ、うん、で、なんかちょっと油断してて、うん、まあ別に遅れてもまあ初回在庫あるんちゃうかぐらい思ってたら、うん、全然やったんですよね、うん、何ですか何そのなんかこうその目は、うん、いろいろなんか言い訳したあるなこっくりこっくり言ってましたそんで私はね、予約したんですけど、はいはい、今回初めてなんか、うん、ここがビヨンって伸びるゴムのバンド、ちょっと待って、何ここがビヨンゴムゴムのみたいな、違う、腕は伸びない、あのバンドが伸びる、伸び縮みするやつで留め金がなくて、うん、もうこうスパッて
るやつ今日なんか説明おもろいですね。パッてはめるやつ、ビヨーンって伸びる。あ、そんなんあるんですね。うんうん、最近出たバンドね、うんうん。それにしたんですよ、はいはい。それにしたんですけど、それってサイズがあるの知らなくて、それを考えたらあるわな。あ、それはあるわな、うんうん。でもそのサイズ選択が、うん、そのサイトの下の方だったんですよ。私下の方まで見ないで、よし、赤、うん、オッケー、いけと思って、うんうん、ゴーしちゃったから、うん、サイズ選択してなかった。あー、なるほどなるほど。なんか、え、サイズ選択せな進めへん仕様ではないない。あの、最初から、うん、なんか結構な種類のサイズがあるから、うん、最初の設定は1になったんですよ。なるほど。私こんな細ないし、どっちか言ったらいかついかかってこい、俺についてこいってやつやだから、うん、1なんか絶対無理なんですよ。もう、もう ちぎれるってパッツン、あの、血止まるやつ止まるやつやから、うん、あの、変えてもらおうと思って連絡したんですよ、はいはいはい。で、連絡したら、うん、まあまあこうこうこうであだこうだっていう話になって、はいはいはい、そのバンドでやと結構またかかると、うん、ああかかると、うん、でだからもう一旦キャンセルしますっつって、うん、キャンセル？キャンセルしたんです、うん、でキャンセルして、うん、もう結構最近ですよキャンセルした、はいはいはい、キャンセルして、うん、でもう一回注文し直したんです、はい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 。ほんなら、うん、キャンセルした商品より、うん、あの、後から注文したやつの方が先届いた。そう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 、僕よりさっき届いてましたもんね。さっき届いた。あんなキワキワで注文やり直したのに、注文して2日で届いた。はいや、どういうことですか。僕だからそれより、アミコさんより結構早くですよね、うん、発売日の 2,3 日以内ぐらいには注文完了してたけど、うん、なんか差し戻しにあったやつ、うんうん、あの、完了してたけど届いたアミコさんより1日後でしたもん、うん。ねえ、だからやっぱりウォッチはそんなにまで競争率が、うん、あ、その赤があんま人気なかったんちゃいます。うるさーい、くるーくるーね、だからアップルはそんな焦って買って失敗するよりも、うん、もうちゃんと、うん、選んでね、慎重に慎重に選んでね、うん、めっちゃ豪速であれでしょ、次のページ次のページって言ったんでしょ、そう多分、はっはっはっやってたから、だからバンドのサイズ、あ、選ばなかった、見落としてたね。でも僕あれですよ、最初なんかね、チェックっぽい布系の、あの、バンドで、あ、これ可愛いなと思って注文したんですけど、うん、なんかね、こうマジックテープっぽい感じで、うん、あんまりこう、なんていうの、つけ心地が気持ちよくなかったんですよ、うんうん。それですぐなんかもうアマゾンで買ったこのミラネーゼループってやつ、あの、磁石でこうピタッとくっつくやつ、うんうん、これもうずっと初代からこのバンドを使ってるんですけど、その最初にあのアップルに注文したやつも磁石でつくやつでしょ、うん、いや、最初に注文したやつはあのマジックテープみたいな、あ、ほんまのマジックテープなんだ、マジックテープみたいな、そう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 。それでなんかこう外す時とかちょっとキシャキシャするし、キシャキシャする、キシャキシャしません、そういう、あんまりキシャキシャってどういう現象でしょう。なんか、ひっかきくん、ひっかきますやん、ひっかきくん、ひっかきくん、キシャキシャがひっかきくん、違う違う、もう、もう謎ですゴムゴムの、はい謎ですわ。なんかこう、チクチクする感じ、うん、があんま良くなくて、うん、で、もう早速この金属のやつに変えちゃったんですよ、うん、これアマゾンで買ったんですけどね、私ね、うん、1個持ってるんですよ、その磁石のバンド、はい、あ、ちょっと待って、そういうことより、ああ、そういうことよりこっちの話です。あなたの、あなたの、エイトの話、エイトの話、ね、あなたのじゃなくて、はい、あなたも私もエイト、私もエイト、はい、あなたも私も皆さんエイト、皆さんエイトですから、はい、ね、なんかどうですか、使ってみて。まだね、そこまで使い込めてないんですけど、うん、文字盤が結構可愛いんですよ、うんうん、結構あの、ちょっと新しいの、ね、ちょっと こちらに出しますけど、うん、この文字盤が結構可愛くて、うん、で、気に入ってますけどね、その本体のカラーと合ってるっていうのとね、うん、あとはなんかあの酸素濃度調べれるとか、うん、なんかいろいろあるみたいですけど、そう、あのね、体温も、うん、あの、分かるから、あ、そうか、体温、女性の、うん、あの生理とかの周期、あ、周期ね、うん、とか、あの、妊娠しやすい時期とか、あ、そうか、そうか、そういうのもなんかこれで調べれるみたいなんですよ、うんうんうん、だからその体温を測る機能がついてる、うん、なんか、ね、センサーみたいなのが増えてるんです、うんうん、そうなんや、そう、でもね、使っててね、うん、あとはなんかそんなに大きく今回変化を感じない、僕ら5から8ですよね、うん、きっとね、間2つ飛ばしてるけど、うん、そこまでって感じでしたけどね、うん、なんかすんごい大きく変わったっていうのを感じない、うん、でも画面がちょっとでかくなった感じですかね、うん、ですね、どん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 なんか1ミリずつ大きくなっていってるね、うん、あ、そう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 、うん、ね、そんな大きくなっているアップルウォッチを片手にこのコーナー行きましょうか、ご覧ください、シャナナンバー。
シャララ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャララ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャラナンバー、はい、こちらの方がシャララ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャララステッカーをプレゼント。4500円です。いらっしゃいいらっしゃい、はいはいはい、毎度毎度、はい、メガネどうした、メガネ変えたん。4500円の男ですね。なんでメガネ変えたん。酔っ払っておりました。おった、はい、あらら、どうやっておったん。バーン、怪我は、怪我、頭ぶつけて、怪我はなかったです。なかった、怪我は、まあでもハート、まあ、ずっと怪我してるみたいな。あ、なるほどね。ハート、これハート心の傷かな。これハート、これ可愛いでしょ。ハート、あのね、いいですかこれ、うん、あの僕の大好きな桑田大先生のソロツアー行った時もね、I love you、 I love you って感じで2012になってるのかな。 Now and forever、 10年前かな、ちょうど。全部日にちが入ってない。そうそう、ツアー T、 ツアー T 社ですね。 Love、 うん、Love、 いいでしょ。気持ち悪い、その唇、部長はそのベロあれよね、あなた、うん、またちょっと太ったわね。太りました、あ、そう、うん、か、あ、取りましたよ、うん、ちょっとね、こういうピチピチの T シャツ着たら大変よね。まあ、すごい ラブリーな感じだったと思う。ある意味可愛い。うん、なるほど。あなた、そうなんじゃ、ミニスカート履けないわよ。あー、ミニスカートね、うん、今年流行ってますから。そうなの、履きたいなと思ってて。流行ってるの、これ。夏場、まあ夏場ですね、うん、もうあいつ、あ、まあ、流行ってた、うん、うんうん、まあでも冬のミニスカートもいいじゃん。ね、レザーのミニスカートとかかっこいいしね。うん、生足？生足か、まあ、あの、大丈夫なんですけど。えらい違いやね。まあまあ、いや、あの、ロックスターがよくこうね、履いてたりとかして、うん、すごいかっこいい。あ、ね、あ、うん。サンタとかもね、ミニスカサンタとかがいい。ああ、ね、はいはいはい。ね、っていうわね。これからですよ。っていうわね。で、あの、ほら、今年はそれで、そう、お腹出す感じ。あ、ね。ね、そう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 だから、出したら大変。まあ1段目は多分出る。1段目1段目は多分出るちょっと待って、そもそもなんでミニスカート履こうとしてんの。いや、流行ってるんですよ今年。 Y2K ってやつです。あ、そういうの、それ説明して。はいはい、なんかイヤー、うん、Y2K の場合はイヤーで、はい、で、そのあと 2K は2000ってことなんですよ、うんうん、2000年代のギャル系ファッションがなんか、うん、流行ってるらしいですね。そうだね。ルーズソックスとか、うんうんうん、アームソックス、ね、アームソックス、うん、でもやりましたね、靴下にこう手入れてこうやって。でどうしたの、ね、ミニスカートとかも当時安室奈美恵ちゃんとかそう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 、ね、流行ってたし、はいはい、メイクとかもなんかね、昔のちょっと、あ、そうなんや、おー、ガングロ系のやつとか。ああ、そうそうそう。なぜその、あれってファッションと回ってくるもんね。うん、ね、15年、うん、20年周期言いますもん、ね、うん、今それがもろそうな感じね。なるほど。お腹出してね。いや、でも本当に見応えありますよね。やっぱりね、今年の夏は見応えありました、僕は。ほう。ミニスカート？もう、あの、ディズニーランド行ってきた。あ、ほう。はいはいはい。結構そういう子たちがいっぱいいて。うん。で、もう疲れたふりして、うん、あの、入り口あるじゃないですか。うん。ここにこう座りながら、うん、もうこの角度だと結構足が見えるので、うん、やってた。ついな、これ、うん、この絵面変態にしか見えへんよね、その見切れ方、うん、あ、いいねいいね、うん、すごくいい、うん、ちょっと腕上げたんちゃうあれちゃうの、それでそうやって見てて、はい、殴られてメガネ壊れへんちゃうねえ、それだったら面白いんですけどね、それだったら面白いんですけど、すいません、なかったです、本
ったんですか。奥さんと行ったんですか。奥さんと行きましたね。そうしてる時奥さんはどうしてたの。あのお土産買ってました、ね、なるほどなるほどね。一人ごった返してね、でしたけど、なんかあれよね、うん、田舎帰ってて。そうなんです、ね、そうそうそう、福島のいわき市、今すごくね、夏場めちゃめちゃやってたんですけど、うん、で田舎帰ってて、ね、あのてね、お土産って言って、うんうん、普通に缶ビールもらったよ、ね、缶ビールもらいましたね。あれただの差し入れやん。いや、まあでも嬉しかった。お土産じゃないの。僕はあの誕生日プレゼントが持ってますけど。はい、もうそれで、はいはい、誕生日プレゼントと差し入れ、うん、そうです、うん、やっぱね、あんまりこうね、って悩んだ結果、やっぱビールかなと思いましたね、うん、あ、やっぱりいわき市まだ大変ですか。いや、もう全然そんなことないですよ。もう、ほぼ復興はもう全然済んでて、うんうんうんね、いろんな新しいところとか、うんうんうん、もうめちゃめちゃ立ってるんですよ。で、人口も増えてるし、活気づいてはいるんですけど、はいはい、まあ、そこでお土産買うよりもお菓子とかなんでね、うん、ちなみに名産って何、どんなあるんですか。メヒカリっていう、あの魚ですね。ほう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 。このぐらいのあのなんてワカサギみたいな感じです。まあ海で獲れるの、うんうんうん、それを唐揚げにしたりとか。あー、美味しそう、ね、あと果物類ですね、桃とか、うん、梨とか、うん、梨、あ、そうなんだ。いいですね。福島の中でもいろいろ違ったりするんでしょ。そうですね、うん、浜通り、中通り、うん、会津って分かれてるんですけど、会津の方だとあのラーメンが、うんうん、北方ラーメンが人気だったりとかするんですけど、うんうんうん、中通りはちょっと分かんなくて、ちょっと待って、中通りちょっと分かんなくて、浜通りだとまあ海鮮とか、うん、あとはその果物とか。中通りは多分果物なんじゃないかなと思って、もう調べときます。中通りの皆さんごめんなさい、ごめんなさい、本当に。あのね、ごめんなさい、一つ聞きたいんですけどね、はい、まあ、都市伝説というか、もう古い古い噂なんですけど、はい、山口県の方と会わないってどうなんですか。相性が未だに残ってたりするんですか。それはでも今ないんじゃないですかね。なんかね、僕らよりちょっと上ぐらい、50以上、60代ぐらいの人ってね、うん、やっぱり、あの、嫁いだりとかまだできなかったみたいな。あ、ね、昔のね、遺恨が残ってますよね。そうそうそう、まあ、長州とね、合図なんで、うんうん、幕末のそういうちょっといろいろな、なんか歴史的な、そうですね、白虎隊ですね。うん、そうそうそう。まあまあ、要は山口県、昔、昔は長州藩ですね、うん、で今の福島県、はい、まあ、幕末上ちょっと色があったんで、で、その流れがね、ちょっとあってとかいうのはちょっと聞いたことあるんですけど、おばあちゃんぐらいの時はね、だって自分の家族の中で誰かがね、亡くなったぐらいの時代背景ですから、その当時は多分それ、そう、あったっちゃあったんでしょうね。白虎隊って知ってます？まあ、少年刑事ですね。まあまあまあ、その話はまた置いといて、うん、でも、福島の人に、でもユニクロ来ますよねって言ったら、はい、来ましたけど、まあ、山口県のね、柳井さんですからね、はい、まあまあ、その辺はいいんかって感じがしましたけど、いやもう、はい、でも今は全然そんな遺恨とかないです。なるほど、あ、ごめんなさい、ちょっと話逸れましたね。いやいやいや、はいはいはい、うん、で、ん、で、で、もうすぐあれよ、おおおハロウィン。あ、そうですね、まだ1ヶ月先だけど、うんうん、やっぱり、うん、白虎隊コストかね。ディズニーランドは何もせえへんの。ディズニーランドはやるでしょ、もちろん当然やるんじゃないですか。なんかユニバーめっちゃ有名ね。そうそうそう、またなんか3年ぶりやったかな、なんかやるみたいですね。この間宣伝館見ましたよ、走ってる。あー、うん、ね、今年結構また通常通り大々的に、うん、はい、やるみたいです、うん、あのディズニーは、ディズニーもやるんじゃないですか、もちろん。そうなの、多分やると思います、ハロウィン。あの、ね、けど、そうそう、ゾンビメイクした運転手がこう、だ USJ の方がなんかそれハロウィンは結構大々的にやりますね、なんかこう、うんうんうん、なんかがこう、うん、ね、なんかしてきて、言いましたけどね、今なんかがね、そしたらなんかがこうわーってなんかやって、うん、でなんかなっちゃうみたいなのはよく聞く話ですけど、ゾンビは英語じゃないの。一応まあ、ゾンビっていうのは、うん、まあ、総称して、まあ、アンデッドって言うんですけどね。アンデッド、うん、でゾンビっていうのは、まあ、その
まあ、映画あったじゃないですか、ゾンビの映画、うん、であれはジョージ・エロメロさんっていう人が作り出した作品。エロ、エロじゃないですよ、全然ジョージ・エロ、ジョージ・エロすごい、ジョージ・エロなんですね、やば、いつもエロってこれ、それ、これもし見てたらめっちゃ怒られんだよもうアンデッド界では神のように崇められてる人やからね。すごい笑っちゃった、うん、でも違う、アクブラが言ったあのあれもね、感じやもんね。そうっす、常時常時、常に常に、エロ、うん、もう決してその方その方のことを言ったわけで、ね、ディスってる、ディス、全然ディスってんじゃん、全然違うよね。でも全然僕もなんかお近づきになれるんじゃないか、そうそうそう、死んでんねんアンデッドじゃないんだ、ないよ、その人はね、人間近づきになれなかったね、なれなかった、残念だったね。でもあのシリーズちゃんとは見てないでしょ、そんな全部、あもう何作品あるのか知らんけど、一回も見たことない、ね、あのシリーズって言われてもわからん、だってそんな見た狙われへんや。でもね、僕ら、僕とか熊子とかがね、子供の頃一番最初、あの日曜洋画劇場かなんかで小学校ぐらいだったんかな、放映されたんが多分一番最初に触れた、うん、たぶんそれが第一作。え、それのタイトルがアンデッド。いや、ね、まあゾンビ映画、ゾンビ映画言うんですけども、うん、ほんまはなんとかオブザデッドっていう、ドンオブザデッドとかね、なんかそういうシリーズ多いですよね。そう、あれは全部ダークオブザデッドシリーズって呼ぶんですけど、うんうん、まあ、あの死なない人が人間の生きてる人間を食い散らかしていくっていうイメージあるじゃないですか、うんうんうん、で死なないっていう。でもね、意外と内容めっちゃドラマなんですよ、ちゃんと見たことないから。これまあ詳しいやつが一人いるんですけど、それ語らせたらもう永遠に喋るぐらいで、僕もまあ何回か見てますけども、はい、こんな作品やったんやとね。ただこの食い散らかすだけじゃなくて、うん、まあそのこういう作品はもうあの全然いいですよっていう、こう関係を手放してしまってるんで、誰がゾンビを描いてもいいんですけども、元祖はそのジョージ・A・ロメロさん。ゾンビさんは、うん、ゾンビさんは元人間、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 死んでないと思ってる人間、うん、うん、で、あの、細菌、細菌、菌、菌、うん、うん、その、何ていう菌やったか、いわゆるだからバイオハザードとかも一緒ですわ、はい、まあ、はい、感染、まあ、そうそう、噛まれて感染、うん、噛まれて感染、そう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 、噛まれた人はどんどん、そうやって、うんうん、超再生で死なないみたいなね、うん、そういうさ、映画作ってる時ってどういう感情なの。まあ、アートでしょうね、人が、うん、だって最初人、うん、一応人でしょ、ゾンビさんも、うんうん、元人が人を食べるって、うんうんうん、どういう感情、食べたいんじゃないですかお腹空いてたのかそうそうそう、あ、そういう感情、多分そういう感情、一番ね、放映された最初のそのオブザデッドの一番、うん、もう僕ら子供の頃一番最初に見たやつって、うん、もうね、いきなり感染がもう拡大してるとこから始まるんですよ、あ、もうゾンビだらけ、うん、もう原因とかまだ後々描かれるんですけど、うん、もう緊急事態だっていうところから始まる、うん、あ、最後はね、こう、うん、あ、意外とドラマ、ね、衝撃的な始まり方ですね、一、うん、作目からね、うん、そう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 、でもどんだけドラマ的な内容でもさ、うん、絶対そのグロいところが、うん、記憶に残ってる、そうですね、やっぱりそういう映画ですから、見られるわ、うん、メディアは、まあね、だからストーリー性もね、やっぱりちゃんと一貫してるんですよ、うん、そのジョージさんが作ったやつがね、あ、ここでこういうことになって、ここはこう繋がるのかね、うん、意外と面白い、すっごい黒い、まあまあシーン、うん、あのエロい、いやエロくない、それはジョージエロス、こっちは違うエロ、エロさんじゃないこっちは違うエロさん、まあそっちは違うエロさんかもしれない、確かに確かに、うん、いや、あのエロいシーンもなくはなかったと思いますけどね、え、うん、やっぱり人間が食われるわけですから、まあ、女性の裸も出てくるでしょうし、なるほど、うんうん、それ以外早送りやろ全部早送りでそんなことないですよ、ここや思ったら止めんやろ、ねね、ゾンビ映りながらね、いやね、ねミニスカートそこで履くんだよね、ちゃんとね、そうそう、ミニスカートを履きながらそこで止めてこうじっと見てる、うん、なんでごめん、助けられへんかったな、ミニスカート履くんですよねって言われてそうなんですよって言わないわけにいかないじゃないですか、ね、あれはね、うん、あの、うん、そら、うん、この前から言ってるネタあるやんか、あ、またそっち戻るの、じゃあ、それ、はい、それの時さ、ミニスカ履いてみたらどう、まあ、でもミニスカも縛られてビチビチになってますよ、いいと思う、いいの、いいと思う、いいんだ、うん、じゃあ、行きます。それで人間食い散らかす感じだ、それはゾンビ映画の時はじゃあ履きます、ゾンビ映画の時ミニスカートいるか、
いるでしょ。いやでも見てる側もなんかそういう参加する感じ、うん、があるよね。ね、そう、うん、で、あのさっき話出てましたけど USJ のそのゾンビの、うん、結構本物ですよ。もう本気でかかってくるらしいですよ。ああ、扮した俳優さんたちが、が完全にメイクして、うん、行ってみたいですね。ね、あの面白そうですよね。うん、でもさ、ユニバーとかさ、結構な誰やったっけ、ポポアやったっけ、ああとかなんか殴り散らかされるっていう、あ、そうなんや、あのお客さんにお前強いんやろ言って、あ、逆に？そう、だからそんなゾンビとかもさ、なんか散らかされたりとかせ、まあまあその辺はね、ある程度まあ覚悟してやってるところもあるのかわかんないですけどね。お客さんにボコボコにされた後に なぜかミニスカート履いてこう。それはあなたよね。うんガーッつってもうね、はい、はけたらもで、あれよね、また翌週からメガネちゃうねんあ、俺あ、ゾンビが殴られてると思ってみんなはけたら真ん中にいるの俺なの、うん、なんでだからもう縛られてるからゾンビも食わないあ、そうなんです、うん、神聖な感じが出ますね、うん、ちょっとあれよ、その時よりも前もってメガネ呼び作りに行こう。本当ですね、行きましょう。まだねー、はい、ありがとうね。ゾンビーズって番組かっこよかったな。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくてしかもためになるシャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前4 3 2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV Facebook ページから。はい、おかえりなさいというね、はい、のんきなコーナーをご覧いただきました。はい、はいはい、前半の続きなんですけどね、はい、この Apple Watch の8、うん、で8、そんなに機能は大きく変わったかなっていう印象はないんですけど、うん、電池の持ちは良くなってます、うん、あ、電池の持ちでかいですよね、かなり良くなってます。うん、まあ、助かります。助かりますね。でもなんかね、どうなかった頃に比べてやっぱりないと不便になっちゃってるんで、うん、通知が全部こっちで見ますもん ね、今ね。だから電池の持ちがいいはかなりかなり助かります ね、うん、でもやっぱりそれに対して大きさも大きくなっていくんでしょうね、うん、あ、そうですね。バッテリーの容量もね、画面でかくしたとでかくなりますからね、うん、まあ、ほんであとは私らね、年齢に合わせてどん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 見えなくなる、うん、あ、そう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 、大きいの私お年頃的にね大きくなってくれた方がだいぶ助かりますけど ね、うん、じゃあ今週はこのね、ウォッチ君を楽しんでまいりたいと思います。バナナ TV